起きて。幽体離脱。はい、どうもこんにちは、こんばんは、ひなたです。こんにちは、さだひろです。はい、ということで、今日は、月一恒例、キキーなんちゃらやりたいと思います。今月も来ました、1月は何ですか、はい、先月のキキーのコメント欄で、何が見たいですかみたいなことをちょっと募集して、ざーって見た結果、お餅が一番多かったので、今回は、キキー餅をやっていきたいと思います。どうやってやるんですか、気持ちって。あんこ、お雑煮、醤油、きな粉みたいな感じ。みんな、秒でわかるわ。はい、今日は3つ用意してきました。はい、お餅って意外と高いのよ。一人用がないからさ、なんか、いちいち大きいんだよね。はい、こちらは皆様のおつみつき。声優の、何つき読めないの枠つき。きね。きね、きねつき、きりもちと、佐藤のきりもち、もちもち。早くねえぞ。と、でも至高だから。佐藤のきりもち、至高のもち。だからもうこれが多分最高級に美味しいんでしょう。うん、米どころ新潟魚沼産こがねもちを使用。もち本来の味わいと、きめ細やかな舌触りを追求しました。一番美味しいんでしょう。うん、はい、それではやっていきたいと思います。焼くんでしょ、もちろん。あ、やべ、焼くんだ。焼いて、テイスティングして、目隠しして、食べて、外れた人は、外れたらピンター。誰なんで片言なの？あ、俺も映ったよ。お、映った？それでは、焼いていきたいと思います。レッツゴー。それは聞かれたことじゃねえんだ。とりあえず、一個だけでいっか。おならしたね。じゃあ、焼いていきます。はい。やってまいりました。はーい。わ、美味しそう。ゴミついてる。わかんなくね、どれがどれか。こっちから、こっちの白い物体から、声優、佐藤、なんか黒いやつ。思考できる餅ね。順番です。餅本来の味を楽しみたいから、やっぱそのままでいこう。マジ、水で濡らしてこいや。はそうじゃん、お餅好きなんじゃん。うん。ちょっと伸びるお餅どうぞやんないよ。はい、それでは食べていきましょう。声優はどうですか。あっちいよ、そりゃお餅ってうまいよね。俺雑煮に青のり入れるのが好き。なるほど、なるほど。あーあー、もったいないもったいない。あ、でで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 。なんもわかんねえな。うん、まあまあ、ちょっと特徴あるね。最後、なんか黒いやつ。うん、高級なやつ。匂いがわかる？あっちい！やばいやばいやばい！やばいやばいやばい！めっちゃ伸びる！あ、歯が焼けそうする！美味しい、これ。うん。なんとなくね。なんとなく特徴を見つけ出した。うん。オッケーオッケー。ゆうも大丈夫。それではできますか？はい。どっちからやる？じゃんけんぽい！はい、これでしょ。先！いくぞ。今日すいません。タオルないんで目。あ、じゃあ貸しましょうか。あ、お願いします。いやー、ヒロ君の頭の匂いする。でしょうね。じゃあやっていきましょうね。これからいきましょう。どうですか、もう歯にめっちゃ挟まるんで、餅が。これ最後に言うパターンでやりましょう、今回も。オッケー、いいですか、1個目。いいよ。じゃあ2個目。はい。これでいきましょう、これで。はい。どう？わかりそう？うん。うん、結構自信ありそうじゃない、なんか。いいよ。じゃあラストいきましょうね。こちらでございます。ジュクシュ。見えてないのかな、ほんとに。目つぶってるもん。わかってねえぞ、こいつ。こいつわかってねえぞ。え？来た？いいよ。では、お答えを、どうぞ。声優、佐藤のご飯、黒いの。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。ドゥルーン。不正解。残念でした。惜しい惜しい惜しい。声優、至高の餅、佐藤の切り餅でした。あー、惜しい。なんかね、でもね、声優はわかるんだよ。うんうんうん。なんか、特徴ないよね。無味。ただの餅。無臭じゃない？ただの餅って感じ。無臭で、佐藤の切り餅がちょっとご飯の匂いが強い。はいはいはい、はい。つべこ。ちょっとこう言わずにね。もうこれは舌で証明しますから、僕。はい。それでは、やっていきたいと思います。まず最初、これです。うん、どうですか？はい、オッケーオッケーオッケー。じゃあ、どっちにしようかな。こっち。出題してる方もね、白いから全くわかんないんだよね。オッケー？うん、わかんない。はい。次、最後です。あ、まあ、食に関してすごいこの子は。たま、たま、たま、うん、オッケー？いいよ。それでは、やりましょうか。いいですよ。いいですか？いきますよ。佐藤の切り餅、声優、至高。さあ、どうでしょうかね。これは来たんじゃない？正解は？いくよ。フル正解。最近俺正答率高くね。はあ、やったぜ。いや、最初に来たやつがね、結構普通の餅だったんよ。うん、だから、わ、これ声優かなと思って、次に来た餅がもっと特徴がなかったの。香りが全然なくて。誰だった？あ、これが声優だと。で、最後に来たやつは、もうめちゃめちゃ甘くて。甘いよね。甘い、美味しい、これ。
だよね。これうまいよ。やっぱね、至高の餅っていうだけある。これうまい、これ。めっちゃ美味しかった、これは。甘かったもん。甘い。甘みが全然違う、これ。ね。ってな感じでした。やったぜ。もうだって、俺が答え言った瞬間にニヤニヤし始めたから、分かった、それで。実際。あ、俺これ、全問正解だなって。だって笑っちゃうんだもん、すぐかわいい姉ちゃん。はい。どうでしたか？皆様、今年はお餅何個食べましたか？結構難しかったな。難しかったね。難しかった。いいね、初めて今年お餅食べた、これで。嘘。うん。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということで、何？ナイス。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。ぴっちゃん。いよいよ年を。うん、もうお年を迎えました。いよいよ年を。今年もよろしくお願いします。キキシです。バイバイ。